ル出版制作部の飯島です。今回はこの動画をご覧の皆様にナイスクのことを知っていただきたいなと思い、ナイスク新事務所の玄関に来ています。それでは早速中に入っていきましょう。ナイスクでは年間約100冊の実用書を制作しています。ジャンルは浜本さんのニーズに合わせてスポーツやカメラ、教育、ペットや女性系といったものを制作しています。モットーは難しいことを優しく、優しいことを深く、深いことを面白くです。インターンさん、社員も分け隔てなく話すことができるので風通しのいい会社になっています。奥にはスタンディングテーブルや畳、マッサージチェアなどもあります。作業用の PC は1人1台貸し出してもらっています。フォトショップはもちろん、イラストレーターやインデザインなど、アドビを中心に制作に必要なソフトが揃っています。その他、制作に必要なものは随時揃えていきます。あ、これは失礼いたしました。今こうやってこうマッサージチェアでこう体を癒しております。実はこれもナイスクの一つで、この半蔵門事務所に引っ越してきた時に、このマッサージチェア2台導入されたということです。それの常連客がこの私です。ナイスクってどういう会社かって言いますと、こういうふうにこうサプライズのある会社なんですね。いろんな人をこう楽しませよう、面白がらせようっていう発想が満ちている会社 で例えば社員のこういう健康とか管理を気にしてこういうチェアを導入したりとか、残業のことを思ってこうご飯出してくれたりとか、いろいろなイベントを盛りだくさんでこう入れたりとかしてくれて、すごくこう人を喜ばせよう、楽しませようっていう会社になっています。今も腰をよく揉んでもらっています。はい、こういうこう嬉しい、楽しい、こう驚きのある会社なんで、ぜひその中で皆さんもこう僕らの仲間になって、一緒に楽しんでみませんか。今は編集スタッフしかいないんですけれど、デザイナーさんと一緒に近くでどんな本にしようとかいろいろ話しながらいい本を作りたいなと思ってます。応募お待ちしてます。